ゲートインが完了したようです。係員が左右に散りまして、第4回ジャパンカップのスタートが切られました。非常に綺麗なスタートを切りました。ミスター CB は抑えました。スパッと手綱を抑えました。そしてルドルフもやや抑え気味であります。先頭に立つのはやはり桂木エースか。やはり桂木エースが行きました。外の方からオーストラリアのカウンティーフォーク行った。真ん中アメリカのウィンが行きました。ウィン2番手、そのインコースからフランスのエスプリ・デュロールが3番手、4番手を通りまして、カウンティーフォークが現在4番手。その外目を通りましたのがシンボリ・ルドルフであります。緑の勝負服がシンボリ・ルドルフ、そのインコースを通りまして名手レスター・ピゴットが乗りました。ストロベリーロードも行きました。そのわずか前にスッと上がっていったマジェスティーズ・プリンスであります。その後にウェルノールがついている。やや外目を通りました。バウンティーホークであります。そしてミスター CB はいつものようにポツンと一番最後から行っております。 CB の前がダイアナソーンであります。向こう上面カツラギエースが間に10メートル20メートルとリードを伸ばしました。2番手にはアメリカの強豪ウィンがつけております。3番手にはフランスのこれも強豪エスプリ・デュノール、そしてその後の集団にシンボリ・ルドルフがおります。シンボリ・ルドルフを見るようにマジェスティーズ・プリンスがおります。そしてベッドタイムもこの集団であります。シンボリ・ルドルフのすぐそばにベッドタイム、マジェスティーズ・プリンスという強豪が控えております。そして日本の王者ミスター CB は一番最後で坂の下りにかかっております。カツラギエースが果敢な逃げ戦法、まだ20メートルの差があります。まだ20メートルの差がある。ウィンの現在2番手、シンボリ・ルドルフ、そしてストロベリーロードも上がってきた。ストロベリーロードもわずかに上がってまいりました。ミスター CB まだ最高峰。さあカツラギエースがどこまで頑張る、カツラギエースがどこまで頑張る。大逃げだ、大逃げであります。ベッドタイムが早めに上がってきた、ベッドタイム上がってきた。そしてシンボリ・ルドルフ5番手、ミスター CB は最高峰。さあ600を過ぎた、4コーナーのカーブを回る。さあ桂木の逃げが鈍った、桂木鈍った。高徳馬が追い込んでくる、世界の強豪が追い込んできます。その中からウドルフが来るか、ウドルフだ、ストロベリーロードだ、ウドルフだ。そしてミスター CB 外に回った、ミスター CB はまだ中段だ。こっからが切れるぞ。さあ先頭にはまだ桂木エース、ベッドタイム来ている、ベッドタイム来ている。ウドルフ来た、ウドルフ頑張れ。桂木エースが頑張った、桂木エースが粘る、桂木エースを追ってウドルフ、ベッドタイム桂木来る、外からマジェスティーズ、桂木エースが勝ちます。